それではその中身ですね、セクション 6.2 の高速フーリエ変換について、解説を進めていきたいと思います。まずここでは1の原子 n 乗根というのを使います。まあ、皆さんの代数の学の授業などでもすでにこう使っているかと思いますが、一応まあ復習も兼ねてですね、定義を書いておきます。1の原子 n 乗根ですね、まあ、今 k を体としたときに、この体の弦オメガが1の原子 n 乗根であるとは、オメガの n 乗は1に等しいと。で、n が、n 未満の正 n 未満の正の k に対しては、オメガの k 乗は1に等しくないということで、だから、オメガを n 乗にしたときに初めて1に等しくなるような数をですね、1の原子 n 乗根と呼ぶというわけです。でこれが例えば、まあ、体として我々がよく使っている複素数体で考えますと、まあ、1の原子 n 乗根オメガ n っていうのは、エクスポネンシャルの 2πi オーバー n という形になりますし、それからあと1の n 乗根ですね。1の n 乗根は、まあ、先ほどの定義した1の原子 n 乗根の、まあ、形状ですね、整数上が、まあ、1の n 乗根ということで知られているわけです。でさらに1の n 乗根の性質ですね、これから使う1の n 乗根の性質をいくつか確認していきます。まず、n が非負で k も非負のときに、オメガの dn 乗根の dk 乗は、オメガの n 乗根の k 乗に等しくなるという性質があります。例えば、これは m が偶数のときですね、偶数のときに、オメガ m の2分の m 乗っていうのは、オメガ2ですから、1の原子2乗根、すなわちマイナス1に等しくなるというような例があります。それから次の性質はですね、正の数 n が偶数ならば、1の n 乗根の2乗は、1の2分の n 乗根に等しいという性質もあります。で結果としてこれ、1の n 乗根が n 個あればですね、1の2分の n 乗根は2分の n 個あるということも分かります。それから3つ目ですね、これがあまり自明ではなさそうなんですけれども、結構重要な性質で、相和放題と呼ばれるものです。でこれはどういうものかというと、まあ、n を正整数として、それから k を正数としたときに、この1の n 乗根の kj 乗ですね、kj 乗の j が0から n-1 のまでの和というのが、これ実は、n が k の倍数かそうでないかによって結果が変わってきて、n が k の倍数でない、すなわち k が n を割り切らないときには、この和は0。一方で、n が k の倍数、すなわち k が n を割り切るときには、この和は n となります。まあ、一応、証明は時間の都合で省略しますけれども、一応こういう相和放題というのをこれから使うので、確認しておいてください。で、次はですね、離散フーリエ変換と呼ばれる言葉でして、ここからは、まあ、体系は複素数体を使いますけれども、ですので、多項式、現れる多項式、使われる多項式なども、その係数は複素数、一般に複素数を係数とする、まあ、多項式と思ってください。で、この AX が、まあ、複素係数多項式のときに、この1の原子 N 乗根、オメガ N に関する F の離散フーリエ変換とは、次のことを言います。この1からですね、オメガ N 点点点、オメガ N の N-1 乗の各1の N 乗根に対して、これを A で、多項式 A に代入した値ですね。だから A をこれらの その、1の N 乗根で評価した値の組を求めること。これを、ここではその離散フーリエ変換と言います。英語ですと、ディスクリートフーリエトランスフォームというので、頭文字を取って DFT と呼ぶことにします。さて、この離散フーリエ変換を高速に行いましょうというのが、これから述べる高速フーリエ変換と呼ばれる計算です。これはファーストフーリエトランスフォームと呼ばれておりまして、頭文字を取って FFT と呼ばれております。で、そのですね、計算法をこれから説明してまいります。
まずここではその AX をですね、の次数 N が2の形状であるとします。そしてこの AX というのがですね、こういう形で表されているんですが、これをその X に関する奇数字の項の和と、それから X に関する偶数字の項の和に分けます。で、こういった形でですね、その奇数字の和、項の和の方は、これ X でくくりますので、全部でこれ N-1 次の多項式になりまして、一方でその偶数字の項の和の方は、N-2 次の多項式の和になります。で、ここで、その、実はこの奇数字の項、それから偶数字の項の和というのは、全部このような形でですね、その、X に関する次数をこう落とすことができますので、これを使ってですね、その BX、偶数字の項をのからなる、から得られる多項式 BX、それから奇数字の項から得られる多項式を CX と置きますと、これ AX というのが B の X に X2 乗を代入した多項式と、あと C の CX に X2 乗を代入した多項式を X 倍したもの、こういった2つの多項式の和でかけることが分かります。で、この時にその多項式 AX の X にこの1の N 乗根、オメガ N の形状を代入するわけなんですけれども、でこれをですね、先ほどの多項式の分割したもので当てはめて考えますと、この AX にオメガ N の形状を代入した値というのが、実はこれ BX と CX はどのように計算するかというと、BX の X には1の2分の N 乗根の形状を代入する。それから CX にも1の2分の N 乗根の形状を代入して、CX の結果にはこれ、1の N 乗根の形状をかけるという形に直します。そして、この B とか C の方にですね、この1の2分の N 乗根を代入した値の評価というのを、これを再帰的にこう計算、もっと分割して計算していきます。ということで、この FFT の計算というのは、その前回やりました唐津波のアルゴリズムと同様に分割統治を行うアルゴリズムの一つと言えます。まずここでですね、その分割統治を行って値を再帰的に計算していくというのが一つのポイントです。で、もう一つのポイントはですね、この複素平面上の点に対してこの A の多項式 A の値を計算するわけですね。1の N 乗根っていうのはこの複素数目の単円上のこう点になるわけですけれども、実はその複素数平面上の下半平面の計算には上半平面の結果が使えるということで、実質的にはこれはですね、この1の原子 N 乗、ごめんなさい、1の N 乗根を代入するんだけど、その実際の計算は複素数平面の上半分の計算だけを行えば良いと、十分ということが言えます。というわけで、まず以上を踏まえまして、この FFT のアルゴリズムを示します。アルゴリズムの名前は FFT で、入力としては、この E とオメガ N と AX というのがあります。E は、これは AX の次数の2の指数ですね。だからこのアルゴリズムは、で入力される AX の次数は2の E 乗という形を想定しておりまして、で、その指数の E がここに入ってきます。それからオメガ N は1の原子 N 乗根です。あと AX は値を評価しようとする多項式ですね。で、N-1 次の多項式とします。で、これに対して出力としては、この AX のオメガ N に関する DFT ということで、1からオメガ N の N-1 乗をこの AX に代入した値の列を返すというものです。で、一応アルゴリズムの一番骨子にあたる部分は次のようなものです。もし E が0の場合ですね、この場合は定数
になりますので、アルファ、あ、じゃあごめんなさい、A をそのまま返します。で、そうでなければ、BX と CX を先ほどのようなルールに従って、この A の AX の係数を分割した形ですね、で計算をします。そして、ステップ4とステップ5で、それぞれの BX と CX に対して、この FFT のアルゴリズムを再帰的に適用させて計算を行います。ただし、この場合、BX の次数は2の E マイナス1乗で抑えられていて、それから、この FFT に使う1の原子 N 乗根が原子2分の N 乗根を使うということになります。で、まあ、6番は、後で使う U という変数に一応代入しておきます。で、その後半の方ではですね、値を展開し終わってから、まあ、このような全化式に従いまして、その、まあ、各点でのですね、値を計算するんですけれども、このステップ A の部分は、複素数平面の上半平面の計算ですね。それから、B の方は、それに伴って、まあ、下の半平面の値の計算を行うと。で、C の部分では、次のステップに備えて、この U という変数を使うんですが、これの更新をしておくという形になります。で、まあ、この計算をですね、i が0から2分の n マイナス1乗まで繰り返しますと、このような形で目的とする x0 から x の n マイナス1までの、まあ、n 点が出力されるということになります。まずここまででアルゴリズムの説明を行いました。